実験大好き MNF です。今回のお題は HF 入門アンテナ、大人気の釣り竿アンテナ、最適な釣り竿、最新の情報について紹介させていただきます。15m から6m、いろいろなタイプを紹介させていただきます。できるだけ無難な使い方紹介させていただきます。使った感じ率直にレビューさせていただきます。釣り竿アンテナ作る時の最大の問題である釣り竿のね、選定方法、ここについてね、少し詳しく紹介していきたいなと思います。ぜひとも釣り竿アンテナ制作時の参考にしていただければと思います。釣り竿アンテナとは、釣り竿アンテナですね。使っている材料がそのままアンテナの名前になっちゃったような形なんですけどね、実際はこのような形でね、ご利用の方多いと思います。釣り竿開けます。で、だいたい釣り竿ね、電気流さない材質使ってるものが昔は多かったんで、そこにアルミ線とかね、ビニール線を取り付けると、直下には昔は自作の手動式チューナーね、お使いの方も多かったと思うんですけど、最近はもう多くの方がこのような形の AT と言われますオートアンテナチューナーご利用の方が多いと思います。回路的にはこんなんですよね。ですから本当にね、まっすぐとエレメントを伸ばすために釣り竿を使っていると、もっとニアリーな考え方になりますと、可能な限りね、バーチカルアンテナに近いようなね、動きとなっております。最近でしたらね、まあアルミ線と ATU があれば誰にでも製作できると。厄介な調整につきましては、ATU と言われますチューナー、こちらの方がね、完全自動で調整してくれます。通常ですとね、だいたい 6m から7m のアルミ線にくっつけますと、3.5 メガから50メガぐらいまでは対応できると思います。応用範囲が広くて失敗が非常に少ないと。見ていただいても分かると思うんですけどね、実際にバルコニーとか駐車場の空いてるスペースに立てれば、地上高はそんなに問題にならないと思います。ぜひともね、上の方向に空間があればアンテナとして成立します。7メガも実用的に運用できると思いますから、ぜひとも参考にしていただければと思います。釣り竿いろいろあるけど、釣り竿ですよね。もうこれ釣り竿ってね、まあ、ちょっと正式名称とか略称、いろんな名前があってね、一番難しいんですけどね、大きく分けますとね、よくあります投げ竿ですね、まあ、要はリールがついてるタイプと、リールの使わないタイプ、まあ、別名これ延べ竿とかいう名称、他にもあるようなんですけどね、この2種類が大体存在していると思います。この下にリールつけます。糸をね、導くためのガイドというのがあります。釣り竿アンテナ作る場合は、このガイドっていうのが邪魔になりますから、通常の方はこちらの方ですよね。この糸にね、リールを使わずに、この先に釣り糸を取り付ける延べ竿をね、ほとんどの方が使えております。釣り竿アンテナ、シンプルが一番だと思います。リールをね、つけるようなタイプですと、ガイドというようなものがありましてね、まあ、これが結構邪魔になると、先ほどご紹介したね、延べ竿、要はリールのつかないタイプの釣り竿の方が、まあ、非常に軽量だと。でなおかつお値段もね、同じ長さでしたら安い傾向です。新規にね、ご購入される方はね、リールを使わない延べ竿と言われるものをね、ご利用いただければと思います。もう一つの問題っていうのが、使ってる材質です。昔ですとね、ほぼ 100% 近くがね、グラスファイバー製だったと。これ非常にね、絶縁された材質ですから扱いやすかったと。グラスファイバーという材料、決して重たい材料ではないんですけどね、まあ、それでもね、若干重たい傾向がありますから、通常ですとね、だいたい 6m ぐらいのね、長さが一つのね、制約事項になってたと思います。最近はね、このグラスファイバー製というのはものすごくね、入手困難になってます。プレミア価格になってますね。ほぼね、 Amazon とか見ていただいたら分かると思うんですけどね、アマチュア無線化向けグラスファイバー製みたいな形でね、非常にね、アマチュア無線に特化してしまっていると。大半の商品っていうのが釣り竿をベースに作られているんでね、非常に柔らかいと。ここがね、長さが伸びてきた時にすごく影響が出るところとなります。最近はね、この釣り竿のメインっていうのはね、ほぼ 99% カーボン製に移行していると思います。このカーボン製なんですけどね、ある意味非常に軽量です。夢の材質なんですけどね、アマチュア無線化にとって一番の問題っていうのが、微妙に電気が流れると。ここが微妙なんですよ。例えばテスターで各ね、釣り竿のね、接続部分とか測ってください。100オームいや200オームいや50オームまあ諸説いろいろとあるんですけどね、まあそれはそれなりにね、結構電気流れてます。釣り竿の段ですよね、段を重ねていってね、こう端と端でを接続するとね、大抵の場合はね、そういう状態にしますと抵抗値が高いので、ほんまに電波乗るのかなって誰もが思うんですけどね、不思議なことに高周波はね、
結構よく流れます。カーボン製、とにかくアマゾンなり見てください。品揃えが豊富だと。でなおかつね、重量が軽いと。であと長さもね、10メーター以上が簡単に手に入ります。電気的な特性が先ほど説明したようにね、ちょっとね癖があると。ここがね、カーボン製のね、ツイザーをアンテナに使う場合のね、最大のネックとなっているところだと思います。グラスファイバー製、最近の流行。先ほどもねご説明したんですけどね、グラスファイバー製ってあっちこっちで私も探してるんですけどね、大手の釣り屋さんとショップとか見ましてもね、正直言いましたらネットショップの方がまだありますね。ただお値段はね、間違いなくカーボン製よりもほぼ高いと。とにかくね、商品が少ないと。何を思ったか、釣り竿なんですけどね、アマチュア無線用とか書かれている場合が多いんでね、非常にね選定が難しくなっております。その中でもね、10メーター超えのね人気商品っていうのがあります。実際これね、アマゾンで今でも販売されていると思います。時々変わるんですけどね、現状はこれぐらいのね価格で販売されております。この釣り竿自身ね、ハムフェアでも売ってはいたんですけどね、中国のねアリババさんでも売ってます。私もねこれ1本持ってるんですけど、13メーターあるんですよ。実際にレビューした動画あります。伸ばしてね、自分一人で支えてる風景もね撮影したんですけどね、正直言うてね、13メーターまでね伸ばしますとね、非常に重たいんですよ。風が吹きますとね、こう大きくしなってくるんですよ。とにかくね、一人で持ってたら恐怖の商品でした。明らかにね、竿自身が柔らかいんですよ。とにかくここがね、13メーターまで伸びますとね、非常に恐怖となります。正直言いましてね、上段3本ぐらい抜いて10メーター前後でねご利用するのが一番いいと思います。そんなにしなることもないんでね、アンテナとしてご利用される方はね、13メーターものの釣り竿の上段3段抜いて10メーター前後でねご利用することをお勧めいたします。同じようにね、結構お値段がちょっと高くなる傾向はあるんですけどね、アマチュア無線ショップでアマチュア無線用に作ったっていう釣り竿が実際今でも販売されています。そちらの方はね、同じくグラスファイバー製ですけどね、アマチュア無線用ということで固めに作ってあるんで、これは結構おすすめできると思います。私も実際ね、アマチュア無線用ということで10メーターもの、昔もう10年以上前ですけどね、1万円前後ちょっと超えたかなぐらいの価格で買ったやつ、今でも使ってるんですけどね、そちらの方はね非常にね自立も簡単にできると。で適度に硬いんでね、正直言うて私のねグラスファイバー製釣り竿の中ではね、非常に重宝している部類となります。グラスファイバー製のいいところはね、電気が流れないと。カーボン製よりもね、明らかに電気特性が安定してるんでね、間違いなく扱いやすいことには間違いないと思います。カーボンファイバー製、最近の流行。カーボンファイバーですよね。もうアマゾン今から調べてみてください。もういっぱいあると思いますよ。とにかく種類が多いと。お値段の方もね結構安めやと。で正直言ってね、伸ばしていくと値段が上がるんですけどね、 7.2 メーターまではね結構値段が安いと。なぜかと言いますとね、釣り竿の世界っていろんな長さの釣り竿を買っていただくと分かると思うんですけどね、型があって先端部は一緒です。下のパイプを太くしていくと、そういう流れで製造されてますからね、多分なんですけど 7.2 メーターまでは同じ型、同じ材料を使っていると。だからねお値段が安いんじゃないかなと思います。ネット調べました。でアマゾンでもね 7.2 メーターでね、ちょっとこれと同じじゃないんですけどね、3000円ぐらいで売られてます。私もね 7.2 メーターもんっていうのはね5本持ってますけどね、安物買うてもね意外とちゃんとしてることが多いです。稀に変なものが混じってたら申し訳ないんですけどね、それはたまたま運が悪かっただけだと思うので、正直言いましたらね、このぐらいの値段帯のもの、安めのものをねご購入するのも一つの手だと思います。気合を入れていきますとね、10メーターを超えるような商品もあります。私はね別動画でもご紹介しております。15メーターものっていうね恐怖の長さのものを持っております。正直言いましてね、15メーター長すぎます。もうやっぱりねカーボンといえどもね、15メーターまでも伸ばしますとね結構しなってくるんでね、正直言いましたらね、10メーターから12メーター前後のねものが正直言っておすすめです。強いて言いましたらね、Amazon でちゃちゃって調べました。ちょっとお値段が気になるんですけどね、このようなね、12メーター、13メーターもの釣り竿をご購入いただいてね、上1本2本はちょっと使えないことが多いので、上1本2本を抜いて、10メーター前後で使っていただくのがね、
ある意味理想的なね使い方じゃないかなと思います。取り急ぎはね、長くすればするほど基礎の部分とかね扱いが難しくなってきますから、お値段が安めの 7.2 メーターものからねスタートしていただくことをね一番お勧めいたします。カーボン製魅惑のスペック、カーボン製ですよね。これでもネットで調べていただいたらね、この1年ぐらいでねいろんなねなんかこう魅力的なね商品っていうのがご紹介されていると思います。とにかくその中でね、私も同じものを持っているの で実際に実験した風景っていうのもね動画で撮影してあります。でデータも取ってあるんでね、まあそちらの方も見ていただいたら分かると思うんですけどね、例えば表面がねコイルみたいに見える商品っていうのもあります。このような形でねなんか表面がカーボン質に見えるんですよ。これねカーボンのテープを巻いていると。カーボン製のツイザーの製造工程っていうのも動画紹介されてます。それ見ていただいたら分かると思うんですけどね、本来はカーボンの布を巻きつけて焼いて固めてるんですけどね、その時にカーボンが浮かび上がらないようにテープを巻いてるんですよ。カーボンのツイザーを焼いた後にそのテープをほどいて表面に塗装してるんですけどね、中華製に結構多いんですけどね、剥ぎ取るテープの代わりにカーボンのテープを巻いて塗装も兼ねてると。多分製造コストをもともと下げるためにね、こういうカーボンのテープを表面に使って塗装を省くような商品っていうのもねそこそこ流通しております。これ私が調べた限りなんですけどね、高周波っていうのは表面流れようとするんですよ。特性的に表面にあるこのカーボンのテープがぐるぐる巻かれてます。短縮コイルとしてね若干働いてるような傾向は強く感じております。アンテナの性能としましてはね実際に測定したんですけどね、まあそんなに大差ないっていうんですか、まあこれはね各個人の価値観置かれてる環境によっても異なると思うんですけどね、私の判断からしましたらね別に高周波的にこれがあったからって言うてね大きな影響を与えることはないんじゃないかなと思います。カーボンの含有率、これも気になっている方多いと思います。カーボンの含有率は 100% に近いほど性能が上がるだろうっていう考えがあるんですけどね、これも動画で調べていただいたら分かると思います。意外と安物のツイザーっていうのはね製造コストを抑えるために今カーボンの方が値段安いんで、ほぼね 100% カーボン単純に使っているだけだと思います。ただし高級品につきましてはね、明らかにカーボンを巻いた後に特殊な樹脂を巻いてさらに補強しているようなものもあるんでね、逆に高級品の方がねカーボンの含有率が下がってる可能性が高いと思います。実際ねこれテスターで測定してもねあんまりようわからないと。どちみち測定値としてはね何オームっていうことはまずないと思います。何十オーム何百オームになると思います。カーボンの組織自身もね詳しく調べていったら縦方向、これ繊維ですから縦方向はね間違いなく抵抗ちっちゃいと思いますからね、多分静電容量結合でね横方向に伝わってるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあこれも本当にどうかわかんないんですけどね、それでも明らかに高周波は結構乗りますからね、あまりテスターを当てても、どんな結果になるんでしょうか。私は正直言うてね、もうこれはあまり考えない方がね幸せじゃないかなと思います。どこから購入がお得、正直言うてねアマゾンさんからね購入するのが一番、私もアマゾン大好きなんですけどね、最近釣り竿むちゃくちゃ値段上がってきてます。先ほどもご紹介した安い商品ってね横向いていただいたら分かると思うんですけどね、だいたい納期が1週間から10日かかります。中国から直接ね航空便で送られていることが多いような傾向です。航空便なんでね私もこれね 3,4 回使いました。まあだいたいね本当に1週間から10日あれば届きますから、時間的な猶予ある方でしたら Amazon 経由じゃなくてねアリエクスプレス、こちらの方からね直接購入できること多いですね。写真も同じ写真使ってるんでね、見ていただいたらほぼわかると思います。まあ多少問題はあるのは私も承知なんですけどね、アリエクスプレスからご購入いただくのも一つの方法だと思います。過去にねアリエクスプレストラブルに私応答ります。そちらの方もね動画作成してるんでね、機会があったら見ていただいたらよくわかると思うんですけどね、ちゃんと手続きすれば、確かに手続きするの面倒やって言ってしまえばもうそこまでなんですけどね、手続きちゃんとすればほとんどの場合はねお金が戻ってくることが大半だと思います。意外とアリエクスプレスもちゃんと申請すればね厳しい目線で審査をしていただいてね、購入者が不利になることは比較的少ないと思うんでね、まあ万が一の場合もねリスク分散できるんじゃないかなと思います。何を言うてもね時間がないクソ面倒やという方はね正直言ってねアマゾン経由おすすめいたします。やはりねアマゾン日本語対応です。
まあ時々ね不親切な対応もあるっていうお話は聞くんですけどね、私もかれっこりひどい目を負ったこと何回もあるんですけどね、アマゾンさんかまして交渉すればほとんどの場合はね満額返金になると思います。まあ交渉する文章を書くのが面倒やって言われたらそこまでですけどね、まあトラブルどんな場合でもね 100% 起こらないっていうことはないと思います。アマゾンさんの方は基本日本語ベースでもねやっていただけますからね、安全を考えればねアマゾン経由っていうのも当然ありだと思います。カーボン竿をどのように扱う、カーボンの竿ですよね、もうこれどう扱っていくのかっていうのはね他の方もいっぱい動画出されております。で私も実験っていう立場でいろんなことさせていただきました。で私も一番最初にやりましたのが一番有名なねカーボンの竿に直接給電する方法っていうのを試しております。詳しくはね動画の方で測定した結果もご報告させていただいておりますけどね、カーボンの竿に、まあ、静電養生結合をさすためにアルミのテープを貼っていると、ここをね噛みやすいで、ね、磨いて地肌出しても私がやった感じはそんなに大きな差はなかったんでね、まあこの辺はね正直言って各個人いろいろとご実験していただいてね自分の実験結果を正にしていただいた方がいいと思うんですけどね、取り急ぎはねもうそのままの状態でアルミテープを貼り付けていただくのがお手軽だと思います。とにかく言えることがね、テスター当てても全然抵抗値高いんですよ。もう本当に無限大の場合もあります。それでもね想像以上にね高周波の電流としては流れると。でただ間違いなくね私がやった範囲ではロスっていうのはありました。先ほどもありました釣りの特性ですよね、表面にカーボンでできたテープを巻いているようなやつですとね結構ね性能がね左右されやすいと、要は釣り竿のね持ってる特性がそのまま出てしまいますからね、まあ、ちょっとこの辺はね使った竿によって特性が大きく異なる可能性があるっていう点はね問題じゃないかなと思います。でただ見た目は最高ですよね、もうスーッとね竿が伸びます、何もついてないです、誰が見てもかっこいいんでね、見栄えを考えたらねカーボンファイバー直接給電一番かっこいいと思います。まあ、直接給電プラスアルミ線の給電っていう方法、私はこちらの方をね採用しております。従来あったねグラスファイバー製の竿と同じようにね意図的にねアルミ線巻きつけちゃうと、まあ巻きつける必要もないです、結束バンドで適当につけていただきましてね、ポイントは先ほどもご紹介した静電容量と同じようにね給電部静電容量結合さすと、アルミ線だけでね十分だろうっていう考えの方もおられると思うんですけどね、アルミ線だけでやりますとね風が吹いたりしますと中途半端にカーボンファイバーに高周波が流れてますから SWR が結構ねブレることあります。まあそういう中でね気づきましたのがアルミ線と直接給電両方一緒にしましたらね非常に特性が安定し始めたんで、で実際やってる様子がこんな形です。まあこのような形でねアルミテープを貼り付けてアルミ線を垂らして、でここだけね申し訳ないです、1回ぐらい巻くかちょっと曲げると、でクリップで固定してると、まあこんなもんでね簡単に実験できます。竿のね影響をあまり受けない方法、まあ誰がやってもねどんな竿を使ってもまあ成功すると思います。まあこの辺はねいろいろなやり方がありますから、ぜひともね自分で実験をされてどれがいいのかねご自身でね決めるのが一番かと思います。ただこの方法のね問題点言うときます、見た目がもう一歩やと、どうしてもねアルミ線が一本横走るんでね上手に処理すればそこそこね目立つこともないとは思うんですけど、そうは言うてもカーボン単体に比べますとね余計なもんが一つあります。見た目はもう一本になります。まあこの辺含めてね皆さんの方で実際に実験していただいて何がいいのかどうすればいいのかっていうのはねいろいろと試していただければと思います。まとめの方させていただきます。ほんとね釣り竿アンテナHF 運用をねめちゃくちゃ楽ちんにしてくれると、もう本当にねこれが30年前に登場してたらねだいぶ違ってたと思うんですよ。まあ確かに30年前から登場はしてたんですよ。ただ ATU とかカーボン製の釣り竿っていうのがまだあの当時はねあまりにも高すぎて出回ってなかったんですけど、今はねカーボン製の釣り竿10メーターもんでもね1万円切ったような価格で手に入るようになりました。で ATU につきましてもね汎用のものとかいろんなものが登場してねいろんなものが選べるようになったのでね本当にこの辺はね革命的だと思います。この方式っていうのは見ていただいても分かると思うんですけどね、当然固定にも使えます。ここにも書いてあるんですけどね誰が見てもね移動運用にも簡単に使えると、ここがね重要だと思います。いろんな使い方ができるのが釣り竿アンテナだと思います。ぜひともね
HF の運用、今までね諦めてる方でも発想とかね設置場所を変えるとね意外と簡単にね HF の運用ができるようになると思います。ここでね重要なのがねエレメントの長さは命だと、もうこれもね別動画で作っております。実際にねシミュレーションした結果をねご報告させていただいてるんですけどね、エレメントの長さっていうのは本当に命です。何をね言いましてもね、できれば 50% 以下、要は半分までが限界点やと思ってね、極力それを守っていただいて、そうやっていきますとね、特に渾身の激しい斜めが5メーター以上あればね、本当にね飛び格段に改善すると思います。ツイザーアンテナ触るとこがないと全く面白くないと思うんですけどね、当然エレメントの長さっていうのもね調整いろいろとできると思います。でカーボンのね竿、これにつきましてもいろんな竿があります。であまり竿自身同じ長さで買っても面白くないんでね、ぜひともね長さ方向の挑戦ということでね、まあいろんな長さのものもあると思います。アースの改良ですよね、ここもね実際に私の別動画でね山のように作ってるんでね、まあそちらの方も見ていただければと思うんですけど、遊び方ですよね、固定でも移動でも何にでも使えると、まあ本当にねいろんなとこに活用できるので、遊び方もいろいろと工夫できると思います。ぜひともね遊び内容でたくさん遊べる、いろんなね実験もできる、運用方法も試せるっていうようなアンテナです。ツイザーアンテナ遊んでいただいて HF 運用をね楽しんでいただければと思っております。おさらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。